ももかです。ひらりです。くみかです。アリアです。ピンク、ラテ、TB、始まるよ。イエーイ。はい、というわけで今日の企画は幼少期の写真当てクイズです。イエーイ。はい、はい、幼少期の頃の写真を入れて視聴者さんと一緒に当て替えをしていきます。好きです。最後に答えを言っていきます。行きましょう。1枚目、じゃじゃん。かわいいけど、わかんない。じゃあ、2枚目。2枚目いきます。どうぞ。かわいい服着てる。わかった。これはわかった。これはわかった。なんか笑い方が。うん、じゃあ、3枚目。どうぞ。あ、わかったよな。これはもうね、しょうがない。じゃあ、仕方がない。かわいい。かわいよ。え、浴衣着てるんだこれ。かわいいよ。なんかもうモデルさんみたい。終わりましたよ。終わりました。みんな誰だと思いましたか。じゃあ1枚目から名前をいきましょう。せーの、ももか。ももかちゃんじゃない。うっそ。え、でも迷ってくるももちゃんみたいになって。正解はこれ、私です。かわいい。眉毛がひろもちゃんかなと思って。正解者はね、私とアリアの正解でした。じゃあ2枚目。あ、これはわかるよね。姫か。正解です。え、なんかもうポーズの仕方と笑い方がもう姫か。姫か。あの、この笑い方してる。なんかこのポーズとあの笑顔が姫か。かわいい感じが姫か。そう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 。顔が花が姫かって感じ。顔が花だけないか。じゃあ3枚目。せーの、アリア。もうなんかこれはもうアリアが出来上がってる。一生がない。どういう時の写真ですか。1歳2歳ぐらいの時、家族で遊園地に行ったらしいです。わかんないけど全然覚えてない。でもこれも4枚目言わなくても分かっちゃうよね。せーの、ゆらり。はい、正解。これは七五三の時かな。3歳の時です。皆さん分かりましたか。分かりましたか。全問正解だった人、おめでとうございます。おめでとうございます。結構バーディーしないか。まあそうだね。よし、じゃあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。